皆さんこんにちは、さきです。今回ですね、ちょっと企画を知らされてないんですけども、幸せな企画があるらしいんですけど。お腹空いてます？空いてます。そうなんだ。へえ。ええ、なになになにそれ。今日は、はい、Uber Eats でマックを好きなだけ頼んでます。いいよ。あ、絶対やばいやつだと思った。ただしちゃんと全部食べきれるように頼んでくださいね。もちろん、もちろん。これで残したらもうやばい。ここからもう5時間くらい。やばいやばいやばい。絶対頼みすぎちゃうけど。まあその時はね、伊藤ちゃんが手伝ってくれるみたいなので。あ、出た。優しい。優しい。はいはいはい。ちょっと待ってください。最初から人頼み。人頼み？合ってる？で来るのはやっぱ。え、ダメですか？はあ。優しいと思ってたんだけど。いいよ。ああ。聞いて言いました。ということで伊藤ちゃんも手伝ってくれるみたいなので、いっぱい頼みたいと思います。それではどうぞ。どうしようかな。ダブルチーズバーガーを頼みたいですね。食べたことないやつやってみたい。なんか私ダブルチーズバーガーしか食べたことないんですよ。だからちょっと違うのを食べてみたいんですけどって感じ。え、ギャル抜けてないって感じ。待って、チキンフィレを食べたい。あ、ポテトもいいですね。2つにしよう。え、食べれるかな。まあ、いっか。伊藤ちゃんに。おいおいおい。え、待って。ハンバーガー1、2。あ、いいね。ポテト。アイス食べよう。あ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。見えてきました。え、待って。スマイル変えるんだけど。え、本当？え、ウーバーイーツの人が。ちょっと。やってみよう。なんかもう紙にスマイルって書いてあるだけかもしれない。はい。あ、すいません。はい。ということで、来るのを待ちたいと思います。バイバーイ。はい、ということで、届きました。見てみんな、スマイルちゃんがいるの。スマイル。え、スマイルってどうやって届くんだろうなと思ったらさ、めっちゃ可愛いんだけど。雨に濡れてきたのよ、この子はね。はい、ということでね、こんだけ頼みました。結構少なかったわ。でも絶対食べれちゃうこともないね。はい。ということで、食べたいと思います。いただきます。マックフルーリー溶け始めてるので食べたいと思います。うん、うんうん、うまうま。一回に全部食べたくないんですよ。わかります？全部平等に食べたい。わかります？全部同じ量食べたいんですよ。なんかもうこれだけ食べてじゃなくて、じゃあ一回全部バーガーとかも開けちゃったら。あ、そうだよね。ダブルチーズバーガーとチキンフィレオで、あとナゲットを2つですね。あとポテトの LTM。 ちょっとこれ食べたいと思います。いただきます。反応がでかすぎてもらって。めっちゃ美味しいけどこれ。やばい。絶対これ余裕だよ。伊藤ちゃんもどうぞ。いや、ダメだよ。これはちゃんと食べきるって。でもお腹空いてましたよね。お腹空いた。後で食べるから大丈夫。うん、そうですか。うん、ごめんね。まだ全然余裕ですね。人間20分経つとお腹いっぱいになっちゃうらしいから。え、今10分やばい。あと10分よし。これが本当に買うの？
今何分ですか？今ね、16分。やばい、あと4分で食べなきゃ。別に4分で食べなきゃなわけじゃないからね。今、腹4分目。急に増えた。余裕だ。待って、まだ余る、1個。待って、チーズバーガーとか何本もあるんだった。隠しておきますね。したらさ、マジックみたいなのしてさ、私はマジシャンですみたいな思い込んだらさ、ちっちゃくなってるとかありえるからね。ちょっとやってみるね。変わってなかった。なんなのこれ、何の時間？私が引いたい。怖くないですか？忘れ物して一人で学校行く時ってめっちゃ怖くないですか？行けない私。ですよね、うん、普通にもう学校から帰ってきて30分後とかなのに、うん、誰もいないとすっごい怖くなる。階段、うんうん、後ろ向けないもん。わかる、理科室。なんか人体模型みたいな。めっちゃ怖いよね。学校にまつわる迷信みたいなある？自分の学校にですか？ないです。あ、ないんだ、うん、知らないかもしれないけど。あ、でもなんか外にある像みたいなのいるんですよ、うん、それが動くみたいな聞いたことある。かわいい。かわいい。ちょっとうちが今から言うのはカットでお願いします。だからやばかったっていう今のとこまでカットお願いします。そういうの全部信じちゃうんですよ私。本当にあった怖い話って本当にあったんですよって言ってるのに本当になかったら嘘つきですよね。でも本当にあった怖い話っていうことで話をしましょうってなってるから、その方が売れるみたいな。そうそうそう。よくないよくない、よくないよくない。テレビあるじゃないですか、本当にあった怖い話の、それの再放送みたいなやつで3年前ぐらいに、うん、もうそれが頭から離れなくてトイレ入ってたら、うん、なんか上にあるじゃないですか隙間が、そっから、あやー、ねえびっくりした、それにびっくりした今。それが本当に喉が離れなくて学校行く時もずっとこうやって上見てて、ずっと分かる。なんか絶対見ない方がいいのに見ちゃうんですよ。あと一人の時のお留守番が嫌いで、階段の音とかなんか足音とかするじゃないですか、うん、来ないで来ないでと思って絶対ピンポン来ると思って考えすぎて絶対来るじゃんと思って、私あのちょっとこういう丸いなぜるんで、うんうん、ずっとこうやって見てて、あ、よかった、いなくなったみたいな。え、それたまにさ覗いた時真っ暗だったりする？それが真っ暗だと実はそれが人の目。あ、そういうことか。そう、近すぎて黒目だったみたいな。もう見れないでしょ。見れない。え、それはやばい、怖すぎる、ね、めっちゃ怖いよねっていう。なんでそう言ったんですか？ごめんごめん、もうこんな話してたら12分も経ってるよ。はあ、そんなことしてたらお腹いっぱいになっちゃったな。あれあれれ、大声出すとね、お腹っていっぱいになるもんなんですよ。え、逆じゃない？普通減るんじゃないの？減らないよ。そうなの？なんか、心臓がキュッと閉まっちゃって、心臓がこう、こう、こう、こうだけあってしますよ。そこに全部物が行くじゃないですか、こうやってボン、敷き詰められてくるじゃないですか。でも、心臓がキュッてなったら、その分密度が減って、グッみたいな、それでお腹いっぱいになるみたいな、私の考えですけど、わかります？絶対ここ使ってくださいね。もうどんどん私のイメージが悪くなって。悪くなってないよ、頭良さそうに見えて意外とみたいな。あ、ギャップ萌え。あ、そう、うん、よく言ったらそんな感じ。マックフルーリー完食、ウェーイ。ギブアップですね。
っと無理でした。本当に申し訳ないんですが、もうなんでこんなに頼んじゃったんだろうね。もう本当にバカ。もう私は分かってましたよ。でもなんか謎の余裕ってあるじゃないですか。あるね。テスト前も全然勉強しないのに謎の余裕とかあるじゃないですか。もうそれがちょっと出てきちゃってこんなに残してしまいました。伊藤ちゃんもポテト1本しか食べてくれない。私が完食したのはマックフルーリーとチキンフィレオとナゲット1個だけでした。普通の食事と変わりませんでした。思ったそれ今。ということで、まあ、残りはバズの社員さん方とか私がお腹空いてきたらチョン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 って食べたいと思います。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。